アイテム番号 SCP-1105JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1105JP は、サイト、81KA の定期限度小型生物収容室内に保管されます。1日に一度、日替わりで定められた職員が収容室を訪れ、SCP-1105JP と会話を行ってください。インシデント 1105JP 以降、収容室内で SCP-1105JP-1 を発生させる試みは、担当者の許可を得なければなりません。説明 SCP-1105JP は、植物を素材として作られたジャック、O、ランタンと見られる実体です。非破壊性を有するためサンプル採取による素材の正確な特定はなされていませんが、その外見から、素材は油中油な属の根菜の一種で、一般的に西洋株と呼ばれるものであると考えられており、その表面は西洋株本来の白さと新鮮さを保っています。一般的なカボチャのジャック、O、ランタン同様、内部は空洞になっており、表面には両目と口を模した穴が開いています。ただし、鼻に当たる部分には穴が開いていません。SCP-1105JP はこれらの穴を移動、変形させることにより表情を変化させることが可能ですが、普段は笑顔を浮かべ、自信と活気に満ち溢れている、と評される表情を形成しています。SCP-1105JP は少なくとも平均的な成人と同程度の知性を有し、未知の手段を用いて発生することが可能です。その声は、成人男性の声のようであると評されます。SCP-1105JP は会話を好みます。SCP-1105JP は会話の中で、自身を、カボチャのジャック、であると説明し、カボチャがどれだけ優れているかを解説します。この解説の中には不正確な情報と明らかな虚言が多数含まれています。会話内で SCP-1105JP の由来を尋ねた場合、記憶していない、言う必要もないなどの理由で回答は得られません。また、SCP-1105JP はカボチャ以外の全ての野菜はカボチャより劣っているものであると考えており、特にカブに対し激しい嫌悪感を示します。SCP-1105JP の発言。カボチャは南に瓜と書くだろう。南という漢字、何かに似てると思わないか。そう、カボチャだ。南という漢字は、カボチャを元に作られたのだよ。研究員に対して、カボチャというのは完全栄養食品なのだ。君の体はカボチャでできてると言っても過言ではない。尾道博士に対して、ああ、カボチャの姿のなんと美しきことだろうか。この悠々と膨れ上がった食物繊維が波打つフォルム。エージェント、酒井に対して、君に免じて寿司がうまいのは認めよう。ただ、寿司の中でも一番うまいのは、カボチャ寿司だということも付け加えておかねばならない。宗博士、寿司博士に対して、地動説、天動説、どちらも間違いだ。正解は地天動説だ。すべてはカボチャを中心に回っているのだからな。チーサーラキ隊員に対して、いいか、神は6日で世界を作った。なぜそんなに急いだのか。7日目にゆっくりパンプキンパイを味わうためだ。カトリックの研究員に対して、SCP-1105JP、オーロミオ、あなたはどうしてロミオなの?というセリフは有名であるが、尾道博士そこは、大カボチャ、じゃないのか ?SCP-1105JP 何を言ってるんだ?カボチャがこんなところに出てくるわけないだろう。君はバカブなのか?尾道博士との会話の一部、SCP-1105JP は、48時間以上十分に会話ができていない状況に置かれた場合、オレンジ色に発光し、周囲に不可視のフィールドを発生させます。フィールドの形状は発生した瞬間半径1メートルの円形を取りますが、1日ごとに半径は10倍に増大します。このフィールドは SCP-1105JP と会話を始めることで即座に消滅し、発光も終了します。フィールド内に存在する、人にとって過食な植物は、平均して 0.06 秒のうちに体積を3倍まで増加させ、小規模な爆発を引き起こします。爆発の後には、元の体積と同程度の体積を持つ、カボチャのジャック、O、ランタンに似た実体、以下 SCP-1105JP-1、が発生します。SCP-1105JP-1 は SCP-1105JP が発生させるフィールド内に存在する間、人間を模した白色の手を左右の側面にそれぞれ1本ずつ、
同じく人間を模した白色の足を底面に2本発生させます。この状態にある SCP-1105JP-1 は SCP-1105JP は7歳程度の男児と似た行動パターンで、走り回る、人間に対していたずらを仕掛ける、歓声を上げるなどの行動を行うようになります。SCP-1105JP-1 がフィールド外に出た場合、SCP-1105JP-1 は小さな破裂を起こし、元となった素材に戻ります。現在、SCP-1105JP-1 との会話の試みは成功していません。SCP-1105JP は東京都大田区のゴミ捨て場に放置されていたものを、その得意な見た目からエージェントが趣味の一環として回収。回収後はエージェントの自宅に観賞用として設置されていましたが、発見から1週間後、エージェントが帰宅した際、突如発生したため、異常存在であることが発覚、収容されました。SCP-1105JP は収容当初、単なる会話可能な株であるとして、オブジェクトクラスアノーマラスに分類されていましたが、標準アノーマラスアイテム収容ロッカーに収容したところ、会話の対象がいなくなったことにより上記の異常性を発現、収容違反を起こしたため、オブジェクトクラスユークリッドに再分類されました。収容違反による被害、被害者、被害、料理長、食料庫で SCP-1105JP-1 の大群により転倒、その上を多数の SCP-1105JP-1 が走り回ったため4箇所骨折。尾道博士、カップラーメン内で SCP-1105JP-1 が発生、熱湯が発生時の爆発で噴出し、顔全体に軽いやけど。沼月サイト管理官、突然の SCP-1105JP-1 出現により転倒し頭を打ったことによる軽い脳震盪。後遺症はなし。D-818610、SCP-1105JP-1 によって天井に吊り下げられる。コラン隊員、特殊装備に興味を持った、タイの SCP-1105JP-1 によって、着用していた装備及び衣服をすべて奪取される。これらは収容違反収集後に回収。愛火器研究員、多数の SCP-1105JP-1 が研究室内に襲来し、いくつかの重要な書類に多数の書き込みを残される。メイのその他サイト職員、サイトを駆け回る SCP-1105JP-1 につまずき転倒し軽傷。インシデント 1105JP は、SCP-1105JP-1 の知能を試験する実験の最中に発生しました。以下はその実験とインシデントの記録です。実験記録。実験内容 SCP-1105JP-1 を複数個体発生させ、その知能指数及び連携能力を調査する。積み木やパズル、クレヨンなど、一般的な遊具と、単純な四則計算の問題が用意され、その遂行状況は常にビデオカメラで記録される。SCP-1105JP-1 の発生に使われる植物の体積は 1000cm 3前後に限定される。実験は SCP-1105JP との会話を経って50時間が経過した後に、SCP-1105JP の収容室内で実行される。実験中の SCP-1105JP との対話は許可されない。収容室内への危険物持ち込みは禁止される。実験結果 SCP-1105JP-1 は四則計算の問題には興味を示さなかった。一方積み木やパズルは複数個体が協力することにより、不完全ながら一定の遂行能力が示された。こちらからの会話に対しての返答はなかったが、一定の理解は示している素振りが観察された。実験中、インシデント 1105JP が発生した。インシデント記録。一部の SCP-1105JP-1 が SCP-1105JP の周囲に集まり、与えられたクレヨンで SCP-1105JP のスケッチを開始する。SCP-1105JP はそれを見て、まるで株である、才能のないものがピカソを真似たような醜い絵だ、と発言。SCP-1105JP-1 はこれに対し抗議するような素振りを見せる。SCP-1105JP はそれらに対し、罵倒を行う。SCP-1105JP-1 はお互いに顔を見合わせた後、実験の様子を撮影していた職員に飛びかかり、ビデオカメラを奪い取る。その後ビデオカメラで SCP-1105JP を撮影しつつ、液晶モニタで SCP-1105JP
SCP-1105JP 自身の姿を確認させる。SCP-1105JP は明らかに動揺するような表情を見せる。SCP-1105JP-1 は笑い声と見られる発声を行う。SCP-1105JP の表面が急速に劣化。しわがれた声で、私は、なんてバカ部だったんだ、と発言。インシデント後、SCP-1105JP は会話において、生きる希望を見失った、という内容の発言を繰り返すようになりました。また、記憶を取り戻したとも取れる発言も見られましたが、SCP-1105JP の由来を特定できるような有用な情報を得ることは成功していません。SCP-1105JP は精神状態の悪化を理由に、しばしば会話を拒絶するようになりました。これにより収容違反が発生する恐れがあるため、臨床心理の資格を持つ職員によるカウンセリング、や記憶処理など様々な対策を講じましたが、SCP-1105JP の精神は未だ回復していません。愛柿研究員との会話後、SCP-1105JP の精神に大幅な回復が見られ、現在会話を拒絶することはなくなりました。以下はその会話記録です。愛柿研究員まあまあ元気出してよ。私とお話でもして、リフレッシュしよう。SCP-1105JP 元気など出るものか、私はカボチャなどではなくバカ部だったのだ。だから彼女にも捨てられたのだよ。愛柿研究員彼女って？ SCP-1105JP 私が尽くすべき相手だった少女のことだ。私は彼女を喜ばせるために作られたのだ。ああ、とても可愛らしい、お姫様という言葉がちょうどぴったりの少女だったよ。愛柿研究員兵、その子と仲は良かったの？ SCP-1105JP 最初は仲が良かった。しかし最終的に、彼女は私を捨てたのだ。私がカボチャではなくもう前向きのバカ部だったから。私は認められようと必死に様々な芸を磨いた。彼女を楽しませるために、動くジャック、ランタンを生み出せるようにもなった。だが結局私は捨てられてしまった。私は不要な存在なのだ。愛柿研究員いやいやそんなことないよ。私は君と喋ってて楽しいよ。SCP-1105JP 嘘をつくな。バカ部というのはこの世界で一番低級な存在なのだ。私がバカ部で、バカ部がこの世のゴミである以上。私に必要性などあるわけがない。誰も私を見てなどくれない。愛柿研究員は、そうだ。実はね、カブっていうのはカボチャよりすごいんだよ。SCP-1105JP、何？愛柿研究員カブとカボチャって似てるでしょ？カボチャの語源は、実はカブなんだよ。カボチャの方が、キャッチーって昔の人は考えたんだよ。だからキャッチーカブで、カブキャッチー、カブチャ、カボチャって。SCP-1105JP 何？それは本当か？愛柿研究員ほんとほんと、実はゼウスもカブなんだよ。アマテラスオオカミもカブに釣られて引きこもりやめたっていうし。SCP-1105JP、ふははは、は、SCP-1105JP は突如として収容当初の新鮮さを完全に取り戻す。やはりそうであったか。何？わかっていたさ。私は落ち込んでいたふりをしていただけだ。この世の最高神たる株である私が、君たちを試験していたのだよ。ははは、は。そもそも株は素晴らしい野菜なのだ。見たまえこの透き通るように白い。SCP-1105JP は精神の高揚とともに発光し出す。その色はオレンジと白色を同時に繰り返している。以上を察知した愛柿研究員は収容室からの退出する準備を始める。愛柿研究員は、そろそろ時間だ。お話楽しかったよ、また今度ね。SCP-1105JP 株の起源はこの世界がまだカボチャスープだった頃に遡るのだが、SCP-1105JP は以後約2時間の間。愛柿研究員の退出に気づかず株の魅力を語り続ける。収容報告 SCP-1105JP の発行は、SCP-1105JP がフィールドを発生させたために起こったと考えられます。収容違反を防ぐため、これ以上 SCP-1105JP の増長を招く発言は控えるべきです。SCP-1105JP が捨てられた最大の要因は、SCP-1105JP が株であったことではなく、この増長しやすい性格にあったと予想します。
今回の対話で明らかになった SCP-1105JP の作成者及び持ち主の存在に対しては、特定作業の開始を進言します。